はい今回は小室恵がまるまるっていうこの噂についてですねちょっと調べてお伝えしていきたいと思いますので今回もよろしくお願いいたします。え気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。えまリスナー様もこのま気になるであろうねこの小室恵がねこのまる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 っていうのはこれ丸日ね韓国人丸日外国人っていうような話なんですが。 何、あのーまあ、ていうのかな、まあ、その可能性があるんじゃないかなと思うんですが、えー、ちょっとはっきりとしたことがわ、えー、からないとで、もちろん僕もはっきりとしたことっていうのはわからないんですけれども、えー、はっきりとしたことがわからないので、まあ、どうなのかということを、えーまあ、いろんな角度で、えーまあ、調べていくというような話なんですよね。うんまあ、皆さんも思ってるでしょうけど、まあ この小室圭にね、まあ、日本の皇室を、えーまあ、取られたような感じで非常に、えーまあ不,快えー、不愉快だと思います、まあ、僕も、えー、お同じ感じです、まあ、あのもう大学ね、ね小室圭とこの眞、えー、子さ、えー、まが大学の時から多分、まあ、いろんなことしてたんじゃないのかなとかって思うし何より皆さんも僕も、えーまあ、思うことがあって、まあそのまあ、皇室を取られて、まあね、悔しい思いするムッとするっていうのもあるんですけど みんな多分、思いはもう同じだと思うんですよ、この小室圭に日本の税金が使われるって、日本国の税金が使われるって、非常に悔しい話ですよね、これ、でも、あとで話しますけど、この丸日っていうのはね、日本の戦後、特別待遇をされるんで、そうなるんだろうなって、悔しいなっていう、そういう話を、そういった心を、皆さんも僕も持ってると思うんで、そんな思いを持ちながらね、考えていきたいと思うんですけれども、 まあこの小室圭がるっていうのは、これっていうのは,はっきりとしたことがわからないんで、信じるか信じないかはあなた次第っていうところなんですよね、証拠とかっていうものはもちろんないんでね、真相っていうことはわからないんですが、気になる情報がいくつかあって、その情報をあの検証した結果えまあそ、そうなんじゃないかなえって思うっていう話ね、まずまあ順番にちょっと考えていこうと思うんですが、まず一つね、 えまあこの小室圭がえまあ丸日丸丸であるっていうこの噂の出どころにインターネットであのこういったえことが書き込みがあったんですよ、書き込みというか、こういったもの、本当かどうかっていうのはもちろん分からないんですけれども、まあ、ただ、こういったことも考えられるなっていう話ね、小室圭さんが三菱銀行に入れたのは、在日特権の在日枠で入った、えー、そうです、在日え特権は無試験で入れるえ特権枠で。 あちこちに、えーまあ、試験無試験で入れるようにしているっていう、えー、とこういった話なんですが、まあ、こういった話を聞くと、ねうん、本当なのかなっていう話だと思うんですが、日本というのは、えー、別にこの在日、まあのー、とかの話ではなく、まあ、コネ入社とかっていうのがあるんですけど、そのコネ入社の、まあ、それの一つっていうかね、ねなんていうのかな。 その在日外国人とか、えー、それの、えー、まあ、その昔から入ってるのがありね。その三菱銀行にそういうのがあって、まあ、そのだから枠があるっていうことですね。だから一般募集で三菱銀行が まあこの人を入れるのとは別に枠を用意してあって、そこがまあその在日枠という外国人が入れるということ、でえーまあ、ここには書いてないんですけれども、勝手に,、ま、勝手にというかもう僕が考えたことがあって、まあ、これはあるだろうなっていうことを思うんですが、この三菱銀行というのがこれポイントなんですよね。三菱三菱銀行三菱、菱菱。銀行、 三菱って何かというとロックフェラーの系列会社なんですよ。ロックフェラーというのはあの国際金融資本、ね、えーまあ、有名ですが、アメリカの、えー、王様と言われていますが、アメリカで一番力を持っているんです、ね、ロックフェラーアメリカの大統領で力を持っていますから、えー、アメリカの一番上にいるんですよ。うんあのー、アメリカを自由自在に、えー、操る、うん。そのロックフェラー。 まあ、アメリカの王様でその下にです、ねえーまあ、いろんなものがおりますが、えー、アメリカ C‐0A が、えーまあ、おるということですねでロックフェラーの傘下にアメリカ C‐0A がおるで、えー、アメリカ C‐0A の下に、えー、丸日、えー、外国人がおる。 その下に日本人がおるっていうね日本の構造で、日本人の上にですねこの丸日がおるこの支配構造、丸日支配システムって言いますが、これがですね戦後、まずっと日本で使われてるんですよ、この支配構造が。に日本でのアメリカの戦争で負けて、アメリカはですねま 日本を支配していないとか、まあ、日本独立したということに表向きはなってますが、嘘そで、えー、日本というのはアメリカシーマレイというアメリカ裏組織が戦後、ずっと今今現在もねずっと支配してるんですよ、分からないように間接支配、であ明らかにね例えば肌とか顔の違がアメリカの民族が支配するとバレるんで、当然アメリカシーマレイていうのは考えますから、日本人とそっくりさん、顔、かかあの肌。 姿話してみないとわからないぐらいのその違うそれがいわゆる丸日、えー、外国人なんですがその丸日外国人を意図的に日本人の上に配置して、えー、その、えー、丸日外国人の手先に利用して日本を支配してるんですねこれが丸日支配構造っていうあの国家間、えー、支配の、えー、そのシステムなんですよここに当然小室圭が入り込んでくるっていうような話なんですよでこの日本にいる、えー、丸日外国人っていうのはこれ特別待遇されるんですね、うん、あのー、C マレーの下にいて C マレーの、えー、まあ思ったよう なえー、まあ利益とかそう思ったような活動をするっていうことでその人間が必要になりますからシーマレーにとってで日本人はその役を、えー、果たせないんですね当たり前ですけど日本人ってのは日本国のために、えー、か考えて活動しますから、えー、アメリカシーマレーが思ったようにね日本を支配できないとでその日本人ではない <laughs> そっくりですが違った丸日を、えー、まあ日本人の上に、えー、配置して、えー、まあ自在に裏から、えー、まあ支配するっていう話 で、この観点から言っても、えー、小室圭っていうのが、えー、その丸日の可能性というのは十分に、えー、考えられるということです。で、この、この方がえー、書き込んだね、三,三菱銀行の、えー 特権全日特権で入ったっていうこともあるし、そのロあのあ三菱銀行ということはロックフェラーに繋がっていって、ロックフェラー、アメリカシーマレーからの丸日のラインもこれも考えられるっていう、もちろん証拠はないんですが、こういったことを真剣にね一つ一つ考えてて、どうかな、こうかなっていうことを、まあ、検証し,し,していくわけですよ。あああとまたもう一つあるんですがあの小室は 小室家はキム小室なのかっていうような話なんですが、えー、このキム小室っていうのがね、キ、え、ム、ー、っていうのはあのカタカナね、あのキムチのキム、えー、ね、で、小室っていうのはあのカタカナで小室。うん、でこれ、キム小室っていうのなんですが、えー、小室家のこの K っていう字ね、土が2つ、えー、あるの、土、土ね、その漢字 K っていうのはキムって読むみたいなんですよ、どうかなとかって思うじゃないですか。でこれはあの皆さんもね 思、えー、思うと思うとんですがあの僕たち日本人にしてみればこの字あんま見ないですよね、この K っていう字、土2つの字、これ多分あんまりちょっと日本に、えー、見慣れない字かなと思って、これなんかあるかなと思って調べてみたんですよ。もちろんね、さっき言いましたけど、真相っていうのは分からないですよ。真相を隠してるからね。一、うん、つあのあったんですよ。あのー、なんていうのかな。元極真、えー、空手の選手で。 松井翔慶ていう選手がいるんですが、この人がですね、えー、丸日韓国人の2世ってことが分かって、松井翔慶の、ねうんこれが、えー、小室圭の K、えー、と同じなんですよ、土2つ。で、この松井翔慶ていうのがこれが通名で、本名がムン・えー ジャンギュっていうね文,が、えー、文書の文、で小形は同じ感じかな、だからこのまあえー、1つの可能性ですが、この小室慶の慶という実質二2つは、これ、あのー、丸1の、えー、使われる名前の可能性があるんで、ここからまあ、1つ可能性として、えー、考えられると、だから疑わしき点が、まあ、2つ、この時点であるんですよね。で はっきりとっていうのは分からないなっていう話なんですが、えーまあ、ちょっとね、あのーまあ、今回のコンテンツもそうですが、ツイッターを調べていたらあの見つけたものがありましてね、あおそらくこうだろうなっていうような話で、 皆様、リスナー様も関心疑問を持たれる内容であると思いますし、僕も持たれると思いますし、他の方もこういった疑問を持たれる内容でしてね、小室圭が丸日韓国人になるかどうかっていうのをみんないろいろ調べて、情報を例えば共有、情報の拡散っていうのがあって、ツイッターにあったんですね。 うん、小室圭がね丸に近いのかどうかとかねそういったことあったんですけど、小室圭が空港にいた時のパスポート、この情報をです、ね、ツイッターに上げている人がおりまして、この中で有力な情報が2つあったので、その情報からあの検証していきます、まず1つ目ですが、このようなことが書かれていました。 何種類か探したけど、日本製で隅っこにマークや IC チップのついたものは見つからなかったと、これパスポートの話なんで、このパスポートの種類を特定しようとして、日本製ではなかったと、このようなことをこの方はおっしゃってますね、つまりこれは何を意味しているかというと小室系のパスポートは日本人のものではないと、そういった話なんですよ。でここに1つ大きな問題が出てくるんですね 小室圭がもし丸日外国人だった場合はですね、えー、日本国に帰化しているはずなんですがそうなってくると、まあ、帰化人ということで日本国のパスポートを持つのかなと思ったんですが、えーまあ、の在日、えー、外国人で,です、ね、帰化していない場合は日本のパスポートを取れないと、えー、いうことなんですよ、えー、つまり小室圭がこれを持っていないということはもしかして小室圭は帰化していないんじゃないかつまり日本国籍ではないんじゃないかとそういった疑いが出るんですね。 えー、丸日帰化人と思ったら、実は帰化していない疑いね、うんまあ、これはちょっと後で話しますけど、これは、ねえー、明らかに意図的なんですよ、僕は意図的であると思っててね、うん、でもう一つ、えー、あ,あるんですね、えー、皆さん、まあ、僕もそうですし、まあ、皆様も他の方も、まあ、こういったことを必死に真剣に考えますから、日本国の一大事、えー、ですからね,これね、うんで、それを考えた人がおり、えー、こういった情報を、えー、入れておりました。 小室圭のパスポートについてですが、えー、3つの,この可能性があるのではないかと、日本以外の国籍、あるいは外交官、あるいは皇族、この3択、どれかという話です、眞子のパス,パスポートが一般人パスポートだったということで、そこから皇族の可能性が消えるということで、日本以外の国籍、あるいは外交官の可能性ということになるんですが、小室圭って外交官じゃないですよね。 日本以外のの国籍の可能性があるただ、えー、どうなのかなっいう話ですよね、うんあのー、小室圭というのは皇族でもなければ、えー、外交官でもないんで、うん、日本以外の国籍ということ、期間もしてない、えー、可能性があるんですよ、でこうなってくるとあの非常にねです、ね、問題が複雑になってくるんですよ、まあ、日本人ではないし、日本国籍ではないっていうそういった疑い、ねうん、があり。 あのまあ、国籍も日本ではないと、まあ、その疑いがあると、もちろん本当かどうかっていうのは分かりませんよで、ここから突っ込んでいきますけど、えー、なんでこういったことが行われているのかっていうようなことなんですよね、これが一番のおそらく、えー、ポイントなんですよね、えー、もう昔からこういうことを、えー、まあ、たくムっというか、えー、もくろむ。えー かれていたんじゃないかとえー、まあ、僕は思うということを、えー、お伝えしてきますもちろん本当かどうかっていうのはわかりませんえー、まあ僕のえー、まあ、独り言っていうかもしれないないですが <laughs> 多分当たってると思います小室経営の正体っていうのは kcia から送り込まれたエージェントの可能性です世界統一政府実現のために送り込まれた工作員その可能性について考えていきます 小室圭ていうのは、えー、先ほど言いましたけど、えー、丸日の可能性が高いと、日本人になっていない、日本国籍を取得してないということなんで、えー、まあそのま,まんま <laughs> の、韓国人とか、えー、その可能性もあるんですよ。で えー、そ,その、えーまあ、小室圭と眞子さまというのが結婚しましたよね、うん、これ何かという話なんですが、表向きに語られているものというのは、先ほど言いました、僕らが悔しい、まあ、税金とか、皇、えー、室の金目当てとていうこともあるんですが、それがおそらく表の、えー、理由なんですね、で裏,があの、まあ、裏っていうか、まあ、裏か、裏があの、まあ、僕らにとっては非常に不快な話なんですが。 日本本のの皇室を潰そうとしてるんでですすよね、うん、これは本当の話です小室圭ていうのは日本の皇室を潰す、あるいは日本の皇室を破壊する、その目的を持ってきた KCIA のエージェントの可能性ですね、KCIA というのは韓国 CIA ということなんで、えー、先ほどど言いましたけど背後に国際金融資本がおり、その下のまあアメリカ CIA、韓国 CIA、まあ KCIA、そこら辺のだから参加の工作員である可能性があります。 では、ですねなぜ小室圭が日本の皇室を破壊しに来たのか、っていうそういったこともこれも分かっているんですよ、こういったことをほとんど語られることがないんですが、いろんなことを考えて、他の情報を考えて、あこうなんだろうなとかって思うんですが、今、世界っていうのはどの,どの方向に向かっているかっていう話なんですよね、国際金融資本、グローバリストが目指している世界っていうのは世界統一政府っていうね聞いたことがある方、多くいらっしゃると思いますが、世界統一政府を狙っているんですよ。 あの国際金融資本、グローバリストの狙いっていうのは世界統一政府、まあ、いわゆる世界の支配者層は世界統一政府に、えー、向かっています、この世界統一政府って聞くと、えー、まあ、何やら難しいんですが、あの、まあ、簡単にっていうか分かりやすく言うと世界を1つの政府にまとめていくということなんですよ、よ世界を1つにまとめていくということ、で世界を1つにまとめるっていうことは自分たちのところにああの、まあのまそ世界の国々を起こさせたいわけですよ、よここで何が障害になるかって大きなこれ障害があるんですね。えー まあ日本もそうですが、ほ、まあ、他の国もそうですが、そ,その国々がえまあ大切にしている文化、伝統、歴史、そういったものがあるあります。日本であれば、例えば皇室もえそれに入りますし、日本というのはさまざまな文化がありますね、日本というのはさまざまな歴史もあります、さまざまな伝統を持っています。こういったものがえその国際金融資本サイトから邪魔なんですよ、統一できないからね、うん、で皆さんも思っていると思いますし、僕も思いますが、日本の皇室というのは歴史がえありますね。この 皇室っていう日本の歴史を破壊しようとしてね、文化、伝統、歴史の破壊そ,こそのために KCIA から送り込まれた工作員がおそらくこれが小室圭だと、えー、僕はこのように、えー、理解しておりますこんな話を聞いたことが、えー、ないと思うんですが、えー、言葉が悪いですが、えー、当然なんですね日本のマスコミ日本のマスコミはですね、アメリカ、えーまあ、CIA の傘下に、えー、おりまして マスコミのトップにはですね、まあ、CI の意義のかかった人間たちがおりますので、まあ、いわゆるマスコミのお偉いさん、ですね口が裂けてもこの話をしません、しかしこれをまあ僕はずっと考えていて、別にこの小室圭だけの話ではないんですよ、皆さんが聞いたことがあると思いますが、世界統一政府、その狙いに向かって世界が動き出しているということで、でもう完全にこれっていうのはあの日本の皇室が、まあそのまあ、世界裏側で支配する者たちにとっては邪魔なんですね。うん、日本の皇室 っていうののは伝統文化歴史を持つもでで邪魔なんですよそれをどうにかして潰したいと思っていただからあの僕前他のコンテンツをお伝えしたことあるんですが小物系をですねおそらく意図的に、うん、あの国政キリスト大学に、えーまあ、入れて、まあ、裏からいろんな力を使って入れて、えー、まあ、金も出したのかななんかわからないけど入れてでその皇室の眞子さまをそこで入れて、うん、で例えばね まあ恋愛という名の恋愛とかでもないと思うんでね、その狙いが別にあるんで、日本の皇室破壊、そういうののためにえまああの配置されたその工作員、エージェントである可能性がえあります。世界をですね1つにまとめていこうという世界統一政府、その支配層の狙い。 国際金融省グローバリストの狙い、その狙いをですねアメリカ C‐0A と韓国 CIA、KCIA が一緒になって活動したということで、裏側から来たこれ、暴力なんですが、暴力にまんまとはまりましたね。うん 皆さんも思っていると思いますが、まあ、税金を使われて、僕らがね僕らが苦労して、えー、入れている税金、日本国の大切なお金です、で僕たちっていうのはね経済不安とかさまざまなに苦戦しているわけですよ、僕たちには金が全然回ってこないわけですね。ね給付金が回ってこなかってたりで、ね 仕事をなくしたりして日本人が亡くなっているとで言葉が悪いですが、日本人ではない外国人です、丸日外国人、それをですね日本人の上に置いて、その丸日外国人を特別待遇してね、ねおそらく金も使っているでしょうから、税金を使ったりね、まあ、そういったことをして、うんまあ、言葉が悪いですが、おそらくアメリカでの生活のお金だってねどうにだってできますからね。うん でまあ皆さんも思ってるでしょうけど日本の政治家とかもう日本の政府ってのも飲み込まれてるんでほとんどもう外国のななんていうのかな利益になるような外国の顔色をうかがって外国の、えーね、利益になるように外国に忖度することばっかり考えてるんですよ。よ僕ら日本本人がもう本当に ななんていうのかなうんもう苦しい立場になってるんですよ、まあ、僕もそうですし、まあ、皆さんも、えー、同じだと思うんですが、で僕らの,あの心の中にはや,やはりありますからね、普通にこの税金をね、えーまあこのまあ、言葉が悪いですけど、別に差別でもなんでもないですよ、差別されてるのは僕らですよ、こんな困った状況になりね、ね例えば給付,金が給付金がもらえないとか、ずっと僕らは苦戦しているわけですよね、日本人がどんどんね仕事なくして、例えば不,不安とか、えーまあ、絶望もあり、まあ、日本人が。まあ 自ら命を絶っている、異世界に行ってるるていうそれすらもあの問題にもせずに、なんであの、ね、その小室圭という丸日を優遇するのかって言ったら,後ろ,から後ろ側で、裏側で目に見えない力が働いているんですね世界を一つに、えー、まとめていこうとするそのまあ、えー、ま世界統一政府のその目的のために送り込まれた、えー、小室圭というのは k c i のエージェント、工作員であると僕は思います。まあ 言っていいかわからないですけど、眞、まあ、子さまっていうのは完全にもうやられてますね、大学の時にあに、まあそ、育ちがいいと思うんですよ、眞子さまっていうのは、皇室にあのいてね、うん、でそんなね。 言っていいかわからないですけど、別に男性慣れしてるわけでもないじゃないですか。で、その小室恵っていうのはこれ意図的に来てるんで、そのまあ、要するにまあ意図っていうか、えー、まあなんていうのかな表現がちょっと難しいんですが、まあ、広い意味で言ったら暴虐ですよね。暴虐にまんまとハマ、えー、ってしまったっていう暴虐の、えー、に飲み込まれてしまったと。で、えー、小室恵と、えー、ま真子コ様が まあアメリカに行くっていう話ですが、眞子様っていうのはまあ一応出ていくとかって言ってもあの皇室の人ですからね、うん、日本が、えー、大切にしていた、まあ、歴史が、ですね、まあ、伝統が、えー、文化が、えーまあ、ぶち壊されてしまったっていうそういうい話なんですよ。だかからあのー、なんていうのかなてう 国際金融省、グローバリストのことが思い通りに運んでるるていうことですよね。で、僕らあの、普通の一般国民、日本人、日本国民にしてみれば、もうね、悔しくて悔しくてたまらないって話ですね。税金無駄に使いやがってってね。うん、何してんだろうとかって、僕らみんな思ってるんですが、僕らの思いが全然届かないんですね。で、マスコミといえば、この僕が話してるのは、この KCIA の話を絶対にしませんからね。奴らもグルです、うん。日本の上にいるもの政治家もそうですし、マスコミもそう。 でこの小室ロケイというエージェントもそうですが、も,もはや完全に外国に、えー、まあ、えー、汚染されているっていうね、うん、そういった話です。そして例えばこういった話を、えー、真面目に取り上げようとすると、それは差別なんだと言ってね、あのそういう話に触れなさそうに触れないようにさせるっていうね、うん、っていうことです。も、まあ、多分あのあんまりこれ言ってる人いらっしゃらないかもしれないですけど、おそらく多分真相に近いと思いますよ。で僕らはもう本当にまあ、真相とかそういうことではなく、僕らは本当に不愉快ですね。うん、本当に。 うん、日本国の税金を無駄にしやがってって、うん、で本当は僕たちが生まれる権利のはずなのに僕らには回ってこないってもう一体どうなってんのかってね、うん、本当にもう。 まあ日本がねおかしくなっているということをまあ示すっていうか、一つのえまあ内容だと思うんでえまあ取り上げていました。まあ、僕はそのさっき言いましたけど、小室圭というのは丸日え丸日韓国人であると思っています、証拠がないだけで、でもっとさらに言うと、KCIA の工作員ですね、えー、日本の皇室を破壊するため、それこそ日本乗っ取るために来て、でもう結婚してしまって、アメリカに行ってしまったんで、今頃ね、わからないですけど、アメリカとか、で後ろのままああの、まあ、k c i あとは、ま、アメリカシーマレーと、べったりして、ま、な、何考えてるかもうわからないっていう、ま、そういうことになってるんじゃないかなっていうことで、え、ちょっと皆様が関心を持っていただく内容かと思ったんで、え、取り上げてみましたということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聴いていただきまして、ありがとうございました。